皆さんこんにちは、クリームのみくです。蔦屋サナル大店のキャンペーン1日目が終わって、ちょっとみんなでご飯を食べてきたんですけど、なんか改めてエクスペクトたくさんの人に聞いてもらえてることをすごく嬉しく思います。本当にどうもありがとうございます。なんか本当に約2年ぶりの CD なので、なんか本当になんか皆さんに喜んでもらえる一枚であったら嬉しいなって本当に心から思ってます。で、なんか今日もこうお店に数時間だったんですけど、立たせてもらった時に、なんか直接おめでとうって言いたかったから来たよっていう風に言ってくれた人がいて、なんかそんな風に思ってくれるんだってすごくなんか思ってすごく嬉しかったです。ダイソナル大店でキャンペーンやるときは外でテレビを置いてミュージックビデオ流してるんですけど、それを外でねこう寒い中見てくれてた女の女性の方が2人いらっしゃって、でその人に、あ、これ私なんですっていう風にこう声をかけて、なんかクリームについてこう話してたんですよ。そしたら店内に戻ってきてくれて、買いますって言ってCD を買ってくれたんですね。それがもう本当にすごく嬉しくて、なんか今ってやっぱ CD あまり売れない時代とかって言われるんですけど、なんか本当に私たち TSUTAYA に立ってると、なんか本当に CD って売れない時代なのかなって思うぐらいに、なんか手に取ってくださる方すごく多いんですよ。だからなんか本当に浜松の皆さんで、なんか地元愛が強いし、すごい優しいなっていう風に改めて感じることができるので、私はすごくこのキャンペーンが大好きです。もちろん全員が全員 CD を買ってくれるっていうわけではないので、本当に何だろう、まあね、入り口でうちらが立ってるわけなんで、通り過ぎてくだけの人がほとんどなんですよ。でもその中でもこうクリームです、よろしくお願いしますって言ってこうフライヤー配ってると、あれ前もいたよねっていう風に言ってくれる人が本当にすごく多くて、なんか本当にその一言がすごくなんか嬉しくて、すごく嬉しいです。で、本当はこのキャンペーンが終わった後になんかツイキャスとかなんかね、生配信のものができれば、ちゃんと皆さんに今日こうだったよっていう報告とか、今後ね、とりあえず今週の1位を狙ってるので、その結果発表じゃないですけど、なんか今こうだよっていうのをこうなんかちゃんと発表できたらいいなと思ってたんですけど、ちょっと今日は YouTube に動画を上げさせてもらいました。明日と明後日とキャンペーンが続いて、なんと5日にね、ジャムナインさんのツアーのオープニングアクトをやらせてもらうことになっているので、もう本当に日曜日までガンガン飛ばして頑張ろうと思います。本当にこのミニアルバムがエクスペクトが一人でも多くの人の背中を押せる一枚であることを願ってます。ぜひ皆さんいっぱい聴いてください。これからもよろしくお願いします。以上、クリームのミクでした。